やってきました、ドイツイエイ。ということでですね、今回はですねバイエルンミュンヘンの強さの秘密を探るべく、私手越しゅうやドイツはミュンヘンにやってまいりました。じゃあ行ってきます、イエイ。ヨーロッパ王者バイエルン、ドイツリーグ優勝最多の23回、国内カップ戦優勝も最多の16回、ヨーロッパ王者に5回も輝いている名門クラブ。12月のクラブワールドカップに出場するバイエルンを取材しにやってきた手越し。まず向かった先は、やばい、来た来たぞすいませんね、サッカー少年がちょっと手に出ちゃってるみたいな感じになっちゃってます。フースバルアレーナミュンヘン、夜には外壁が発光し色鮮やかに輝くスタジアム、総工費はなんと370億円。その中を設計当時から働いているというゲッツさんが案内してくれる。向かったのはホームチームのロッカールーム。ちなみに普段はツアーで回るためご覧のように大混雑。しかし今回手越しのために特別に貸し切りに。すげえ半端ねえ、すごい。顔写真付きの豪華なロッカールームに手越しも言葉を失い、一サポーターの表情に。俺ちょっとロッペンとこ座りたい。なるよね、まあまあなるよね。なんかサッカー上手くなるじゃないですか。こうやってやるわけだ、こうやってね、こうやってこうして、こう履いてこうして、よしいくわけだね、こうやってね。なるほど、すげえ、めっちゃ嬉しいよ今俺顔写真付きで選手のテンションも上がる専用ロッカーがすごい。続いて普段のツアーでは入れない秘密の部屋に案内してくれた。そこは今シーズンから指揮を執るグアルディオラ監督が新しく導入した部屋だという。ハーフタイムにグアルディオラ監督は前半で気になったシーンを3つ選び、アシスタントに編集させます。編集した映像を誰よりも早くこの部屋で確認し、その後プロジェクターを使って選手に見せます。そして映像を見せながら戦術の指示を与えるのです。なんとグアルディオラ監督は試合の前半で気になったシーンを3つ選び、アシスタントが編集。ハーフタイムにロッカールームでプロジェクターを使って選手に見せながら戦術の指示を与えるという。45分の中で試合見ながらここをハーフタイムに修正しようっていうところを見つけてるってことですもんね。分析能力でやっぱ有名なならではですよね。そしてチャンピオンズリーグアンセムが流れる中、選手専用通路を通ってピッチへ。おお、すげえ、やばい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 、これやばいぞ。うわー、でかー。これが世界で最も美しいと言われるフースバルアレーナのピッチ。わお、そこで手越しが案内されたのはグアルディオラ監督の専用シート。ちょっと座らせていただきます。やべえ、いいって言われたんですよ。よいしょ怖い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 怖こう見るんですよ。出てんな、そんなところ。これが覚えてるんだ。せっかくなのでカメラでグアルディオラ監督の目線を再現。こう見えてて、でたまにこう出ていくじゃないですか、監督がね。その時の迫力はこう、こう、こう、こういう迫力ね、こういう迫力。で指示出すわけですよ。いらねえよこのシーン。多分ね伝わったと思いますこれ。あの日本のサポーター、そしてバイエルンミュンヘンのサポーターに。さらに今回特別にピッチにも入らせてもらった。すると手越しあることに気づいた。あの、ね、実際立ってみるとちっちゃく感じる、横幅が特に。こんなちっちゃいっけ、やっぱあれかな、席が近いから距離がないからもう圧迫感があるのかな。このスタジアムは
ピッチと観客席が近くになるように設計されているため、サポーターの表情や感情が選手に伝わりやすい。サポーターにとってはより臨場感を味わえることなどから、リーグ戦のチケットは5年間完売が続いている。ピッチと客席の近さがすごい。さらにアーティストであるテモシはあることに気づいた。すっごい反響しましたね。スタジアム建設には音響会社も関わっているため、声援が選手にダイレクトに伝わるよう設計されている。ピッチへの音の反響がすごい。次に手越が向かったのはミュンヘン市内の少年サッカークラブ FT ゲルン。3歳から18歳までの少年少女がプロを夢見て日々練習を行っている。ここへ手越がやってきたのはある人物に会うため。その人物とは。 Hello, nice to meet you. I'm Julia Tegoshi. Hello, great to see you. Ich bin die Mama von Philipp Lahm. バイエルンのドイツ代表フィリップ・ラーム。正確なクロスを武器とするサイドバック。今シーズンはコンバートされたボランチでも活躍。マルチな才能を見せるバイエルンのキャプテン。そのラームのお母さんが取材に応じてくれた。早速こんなものをプレゼント。このユニフォームの意味なんですけど、申し訳ないなと思いました。ラーム、オッケー、マダー、オッケー、サンキュー。今日はよろしくお願いします。気に入ってくれたようだ。ラームは4歳でこの FT ゲルンに入団。11歳の時にスカウトされバイエルンユース、そしてトップチームのキャプテンにまで成長した。ラーム選手は少年の頃はどんな少年だったんですか？フィリップはおとなしい性格で本当にサッカーばっかりやっている子だったの。学校の勉強やファッションには興味がなくて、サッカー以外には興味を示さなかったわ。聞いたことある声だな。お母さんから見てラーム選手のプレーはどのように映ってますか？彼には全体を見渡す力があって、味方や相手が何をしているのかが見えているんです。もちろんボールを相手から奪うプレーも好きだけど、私は全体を見渡す力がすごく好きなんです。ラームのお母さんは息子の長所を見抜く力がすごかった。ドイツでは少年少女のサッカークラブが300以上ある。それらのクラブにサッカー協会と自治体は練習場を貸し出すなど協力。クラブも才能のある選手は積極的にプロの下部組織へ送り出している。そして今回の取材で手越のテンションがマックスになる出来事が。グアルディオラのマナ弟子チアゴの独占インタビューに成功。ナイストラベル、ナイストラベル、ヤヤヤ、クイックリ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 ヤ。なぜか手越が熱唱。この模様は次週大公開。